どうも、皆さん、こんにちは。いつまでもダラダラとゲームしてたい中の人、エルザです。今回はいつもの攻略や解説と違って、スターレイルの初心者から使える小技について紹介したいと思います。主に模擬宇宙関連で使える小技を紹介していきたいと思いますが、中には一部キャラの自己満的な小技も紹介できればと思います。それでは早速紹介していきましょう。まずは模擬宇宙に関してです。精鋭ボスや戦闘においてもう一度やり直したいなってことはないですか？この小技はそんなやり直したい時に使える小技となります。ただし、こちらは PS5 だけで確認した小技ですので、PC 版などの場合は不可能かもしれません。また、強制終了に近い小技ですので、使用は自己責任でお願いします。それでは、方法についてですが、戦闘中にオートで終わらないように設定画面を開きます。次に PS5 ならゲームを終了してしまいます。そしてその後に起動すると戦闘前の状況に戻ることができます。操作方法としてはとても簡単ですね。これを狙えば何度でも戦闘のリトライができるので、もうちょっとで勝てそうという時は重宝するかなと思います。特にいい祝福とか器物を取ってチャレンジした時にたまたま一発でやられたという時はやり直ししたくなりますからね。そういう時には使えるかなと思います。ただし、こちらの小技に関してなんですけど、ヒギポイントは消費するようになっています。なので、回復アイテムなどは所持しておくようにしましょう。また、再度注意ですが、この小技は使用する際は自己責任でお願いします。一応自分が何回かやってるんですが、特に何かしらエラーが出たとか、そういうことはないです。それでは続いて、模擬宇宙の黄金と機械でできる小技を紹介したいと思います。小技というよりも攻略が簡単になる可能性のある方法となりますので、よかったら試してみてください。一つ目は、開拓者の祝福についてです。こちらのリセマラとなります。こちらは簡単にリセットする方法ですね。最初の祝福で狙いたいものがあるときに便利です。まず、方法としては、普通にプレイを始めます。開拓の祝福を確認し、希望のものがなかったらリセマラを開始します。マップの一番奥にいるボスを倒します。戦闘終了後、模擬宇宙から脱出。あとは、この繰り返しをするだけとなります。黄金と機械においては、サイコロに合わせて器物を選ぶ必要があります。その際に、狙った器物を出すためのリセマラ方法となるわけですね。しかも、読みがいれば、このリセマラは戦闘なしで行うことが可能です。読み持ちの方は、ぜひ試してみてください。また、このリセマラの活用で有名なサイコロは、カンパニー時刻の攻略というのがあります。詳しくは以前に読みで模擬宇宙を壊しているので試してみたい方はこちらを確認してもらえればと思います。それではもう一つの黄金と機械での小技ですが、強力なイベントルアンメイをほぼ確定で出す方法となります。イベントの中でもね、最強格の強化ができるイベントなので、これをほぼ強制的に出す小技になるわけです。ルアンのイベントは祝福ゲットや所持祝福全強化、またはかけらのゲットなど効果が多くあり、とても強いです。では方法についてです。方法はカスタムサイコロエリアの追量を選択します。イベント以上が狙えるサイコロ面を選びます。サイコロでイベント以上を増やしながら進みます。なるべく遠回りしながらイベント以上をこなしていくっていう感じになりますね。これだけになります。小技というよりかはテクニックに近い部分かなと思います。イベントを消化していくと最終的にルアンメイのイベントにたどり着けるっていうわけです。で、ルアンメイのイベントに関してはかなり低確率な上に、ほぼ全ての特殊イベントが終わった後に出てくるようになっています。そのためイベント以上で17種類と遭遇することが重要となるので、この方法で強制的にイベントを呼ぶという方法ですね。こちら試してみたいなっていう方は、詳しく説明した動画が過去にありますので、そちらを確認してもらえればと思います。それでは続いてですが、カメラ抜き機能について小技を紹介していきたいと思います。カメラ抜き機能に関しては2つほど小技がありますね。まず1つ目、渓流の目隠しを取るということです。まず一部の人には人気の小技になってるかなと思いますね。渓流の目隠しに関してですが、カメラで一時的に外すことが可能となってます。方法はとても簡単です。カメラを起動します。キャラの向きを変えます。で、向きが変わる途中で待機モーション2を選択となります。これだけです。
武器が終わる前にモーション2を選択するのが大事ですね。これにより一時的ですが、軽竜の目隠しが外せるようになります。外したまま移動ができますので、目隠しを外した軽竜で歩き回りたい人には嬉しい小技となりますね。ちなみにですが、戦闘終了後は強制的に目隠しをしますので、気分転換くらいのちょっとした小技となります。続いてカメラについてですが、カメラの状態を維持したまま移動することが可能という点です。これは写真を撮る人には便利な機能かなと思いますね。方法としてはカメラの一人称視点に切り替えを押します。切り替えるときにスティックを倒した状態にします。これだけです。切り替えたときにスティックを倒していると一人称視点で動けるようになります。最初は動きが遅いですが、少し移動すると普通に移動ができるようになりますね。これでカメラモードをやめなくても簡単に撮影場所を移動することができます。写真を撮るときにちょっとした移動やいつもと違った視点で探索をするにはいいのかなと思います。結構ピノコニーとか見てると面白いですからね。ということでご視聴ありがとうございました。今回の動画楽しかった、役に立ったという方がいましたら、よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。